GCN がお届けする第5回 UAE ツアーハイライト。中東唯一のワールドツアーレースとして世界のトップ選手たちが集結しました。第1ステージはアルダフラ城からアルミフラまでの151キロ。平坦なショートステージには2つの中間スプリントポイントが設定されています。しかしこの日は強風の予報。平坦ステージといっても穏やかなレースにはならなさそうです。すでに風の吹きつけるスタート地点、イギリスナショナルチャンピオンのアスタナ・カベンディッシュの後ろにはアルカンシェルを切る世界チャンピオンエベレプールの姿があります。過去2年の総合優勝者ポガチャルが不在につき、ゼッケン1をつけての出走となりました。そしてスタートして早々に横風分断、さらには落車が多発しました。いきなり混沌としたスタートとなります。横風の影響でレースは先頭グループ、第2追走グループ、そしてメイン集団と大きく3つのまま半分以上を消化していきます。映像はこの日2つ目の中間スプリントポイント、イネオスのオーストラリアチャンピオンプラップが先頭通過を果たします。プラップはこの日2連続での先頭通過、ボーナスタイムと中間スプリント賞ジャージを獲得しています。エベネプール、ビルバオもしっかり上位通過して総合狙いの姿勢を打ち出しました。残り 51.5キロ、分断していた先頭グループが1つにまとまりました。有力スプリンターはこれでほとんどが前に合流を果たしています。ひとたび先頭集団のペースが緩んでいます。チームを移籍したカベンディッシュは今年のリードアウト役ボルと何やら話しています。4分以上あったメイン集団と先頭集団のタイム差が少しずつ縮まりました。先頭集団では少しペースが緩んでいます。しかしそれは束の間の平和でした。残り 31.5 キロで再び先頭集団がペースアップ、ここから13名ほどの選手が飛び出します。ここにはカベンディッシュ、カレブ・ユアン、ベルギーチャンピオンのメルリール、ユンボのコーイといった主力スプリンター、プラップ、エベネプール、ビルバオといった総合系の選手が入りました。しかしチームのお膝元でのレース、そしてチームとしての3連覇がかかる UAE チームエミレーツの総合系エース、アダム・イエツはここに入れていません。なおも快調にペースを刻む先頭グループ、12名ほどの選手が前を走っています。一方、後続の第2追走集団、そしてメイン集団はなかなかペースが上がりません。イエツラを含む第2集団、そしてメイン集団は残り9キロを切って合流を果たしました。しかし先頭グループまではまだ1分以上の差があります。この第1ステージの行方はカベンディッシュを含む12名での先頭グループのスプリントに委ねられます。残り 2.1 キロ、先頭グループではエベネプールの引きが強烈で中切れを起こす場面もありました。しかしここはペースを落としてメルリールたちを待ちます。例によってあまりに強いエベネプール。残り1キロ、各スプリンターそれぞれにリードアウト役がいる中での最終コーナー。先頭で入っていったのはスーダルクイックステップのファンレルベルヘでした。2番手にはしっかりとベルギーチャンピオンのメルリールを引き連れています。そしてその後ろにはカレブ・ユアンがつけています。メルリールがラストスプリントを開始、その後ろからはポケットロケットユアンが発射。ユアンが横に並びます。そしてそのまま横一線でのフィニッシュライン、微妙なスプリントとなりました。ただ手を挙げたのはカレブ・ユアンです。しかし依然として勝利の行方は不確定です。後続メイン集団のスプリントはボーラ・ハンス・グローエ・ベネットが制しています。51秒遅れ、総合優勝候補のアダム・イエツにとっては手痛い第1ステージとなりました。未だ勝者が判明しないスプリントを上空から真っ先にスプリントを仕掛けたメルリール、しっかりイワンが合わせました。その後ろではコーイとカベンディッシュが3位争いを繰り広げています。そしてフィニッシュラインは文字通りの横一線、勝者がアナウンスされないまま10分以上が過ぎました。しかし勝利が告げられたのはメルリールでした。ここでチームメイトと勝利を喜び合います。2位にイワン、3位争いはカベンディッシュが先着しています。以下、コーイ、アルント、バウハウス、プラップ、エベネプール、ビルバオ、ボルト、トップ10はトップグループの選手で占められています。総合成績です。赤のリーダージャージを獲得したのはメルリール、今年少しデザインの変わったリーダージャージ。総合では2度の中間スプリントを先頭通過したプラップが5秒差の総合3位、エベネプール、ビルバオもボーナスタイムによってそれぞれ総合6位、7位につけています。ここまで UAE ツアー第1ステージのハイライトをお届けしました。GCN プラスでは期間中 UAE ツアーを日本語実況でライブで配信しています。そしてこの後続くビッグレースのライブやハイライトも盛りだくさん。
2023年シーズンを一緒に楽しみましょう。